中里海山4月4日から1944年4月28日は日本の小説家。本名は中里矢之助。おいにロシアソビエト文学者の中里道也。中里海山の墓神奈川県西多摩郡羽村に精米業者の次男として生まれる。多摩川上水の取水関にほど近い多摩藩の水車小屋で生まれたと伝えられる。 聖火は自由民権運動で三玉宗師と呼ばれた人々の根拠地で民権運動の気風が色濃く残る土地であった。長兄は創生しており、少年時代に農家であったが、父の代で離農したため土地を失い、不遇の時代を過ごした。1898年に下間人城、高等小学校を卒業後に上京し、日本橋名には電話交換局での電話交換手や、 母校の代表教員の職につき、一家を支えた。この時期に、松村海石に傾倒し、五の海山も松村にあやかるものだという。平家物語などの日本古典に親しむ一方で、ユゴーラの外国小説も好んだという。また、キリスト教や社会主義に接近し、法徳周水や堺井敏彦、内村鑑三山口古典らの社会主義者と信仰を結び、 平民新聞へ寄稿する。一方、週刊、平民新聞の検証小説に応募して、加作入選となった、何の罪が同時に掲載され、以降、詩や小説を同時に発表する。週刊、平民新聞の後継紙である、直言では、編集同人となった。また、山口古賢や白柳周子らとひ無ち会を結成する。この頃から、トルストイの影響を受け、 また内村勘蔵の柏木協会へも通い始める。田川大吉郎の推挙で1906年に都新聞に入社、次々と小説を発表し、1909年には都新聞に初めての連載小説、氷の花を発表。後に社会主義からは離別しているが、高徳らが処刑された大逆事件は海山の交友関係者の中からも多数の逮捕者。 警視者を出し、改ざ山の精神にも深い影を落とした。大逆事件の影響は、都新聞の連載小説、高野の義人と、島原城に見られ、さらに長編、大菩薩峠に及んでいると指摘されている。1913年9月12日に、都新聞で、小説、大菩薩峠の執筆を、開始、1921年10月まで連載する。都新聞での連載以後は、 書き下ろしとして1918年に、自費出版、1921年に、木村武氏から、春秋社社主、神田豊穂を紹介され、同社から出版、菊池博士や国中会の田中里史学の推薦で、有名になる。大菩薩峠の連載を終えた後は、私塾や図書館経営、出版業などをするものの、1927年11月1日に、 東京日日新聞社と春秋社の出共催、大菩薩峠続編掲載披露宴が東京会館で開けれた。これ以降、大菩薩峠の執筆を再開し、大阪毎日新聞、東京日日新聞、隣人の友、国民新聞、読売新聞と連載紙を変えつつ1941年まで書き継がれ、未完に終わったものの代表作となった。百二十九年、 実業家、藤田勇の紹介で、神業館もない合気道創始者、上島森平の道場に入門、見慣れぬ武器を熱心に観察したという。1933年には古文書から武術に関する逸話などを網羅した日本武術神明記を表す。1936年の総選挙では、無所属で東京7区から出馬するも、再会で落選する。戦時中に、 文芸家協会が日本文学法国会に再編された時に入会を拒否したことでも知られている。1944年4月22日、長治府室のためアキル病院に入院し、28日に死去。5月18日に大菩薩記念館において葬儀が挙行された。去年59、法名は修正院、文奏会残古寺。墓は生まれ故郷である。 羽村市の前林寺にある、中里海山の資料は、出生地である、羽村市郷土博物館と、大菩薩峠近くの甲州市の地元の NPO 運営の資料館の二つが展示されている。青年時代から独身を貫く決心をしていた。27歳の時勤務先の都心文社で、独身会を結成式館し、独身を発行している。講山市であったので、女性には、 大変モテたというが、修正妻は目取らなかった。評論家、北島広主瓶によれば、幼少の頃味わった家庭の暗さがトラウマになっているからという。海山のこと、女遊びは構わない。それは魂を傷つけぬから。恋はいけない。魂を傷つけるから。晩年まで簡素で、ストイックな生活を貫いた。大菩薩峠がベストセラーになっていた印税は事業に突き込み、 本人は、彩色を中心とする素職で、住まいは六畳間一軒しかなかった。このため、大菩薩峠には、多くの違反が存在する。参加者は、武者の工事さねあず、坂井敏彦、田中千賀倉。出展、上芝吉祥丸、著、上芝守を監修、合気道改造、上芝森平伝出版芸術者、1999年。 ISBN48 億8293万1680192ページ306から307ページスナパク研機、部の新人合気道改装上芝森平伝玉出版1981年 ISBN48 億8481万708156ページありがとうございます